他人と違って自分には才能があるって気づいたのは何歳くらいでどんな時ですか？全然僕才能あると思ったことなくて、ただ僕最近、でも昔は僕全然勉強できないのになんでもうけれたんだろうと思ってたんですけど、で、僕特に努力もしてないんですよ、正直。って時に、で、なんか別に、ビジネス本めっちゃ読んだこともないし、別になんかいわゆるメンターですか、メンターもいないし、全然自己流なんですよ。なんとなくやったらなんとなく稼げちゃったんですよね。でもそれって何って僕、なんかの動画でもこれ言ったかもしれないけど、僕最近気づいた答えが性格だと思うんですよね。生まれつきイケメンとか生まれつき背が高いとか絵が得意とかあるじゃないですか。なんかそれと一緒で経営に向いてる性格って多分僕あると思ってて、僕多分それなんですよね。だから、まあ、こんなこと言うとなんか夢も希望もない話ですけど、まあ、もちろんね、努力で社長になって稼いだ人もいるんですけど、僕多分ちょっと違うパターンであんま努力してないんですよ。でもこれって多分性格だと思うんですよね。この何か新しいことを発想できる元となる情報を取るのが趣味だったっていう。なんかまあよく僕、ワールドビジネスサテライト見てますとか、外の余計見るの趣味ですって言うんですけど、多分他の人に言ったらそれ多分苦痛だと思うんですよ。でも僕それ趣味なんですよね。だからなんかその辺は性格かなと思ってて。だから才能あると思ってないんですけど、性格的に、ああなんか経営者というか、その新しいことをやるのに向いてる性格だなっていうのは思いますね。